日本オラクルの MySQL グローバルビジネスユニットというチームに所属しております、梶山と申します。私自身はですね、まだ MySQL というのが、スウェーデンのちっちゃい会社が作っていた時代に MySQL チームに入り、買収などを経て、現在、オラクルのですね、中で MySQL に関するお仕事をしております。で、本日はですね、MySQL の開発最新動向というセッション、当初は弊社の生駒というものが担当予定でしたが、今回代打で、やらせていただいております。で、久々に OC で、話ができるので、非常にいいですね、嬉しく思っております。で、本日ご紹介する内容なんですが、一つは MySQL 8.0.27という最新のマイナーバージョンが出ました。で、中にの人としてはですね、リリースノートの書き具合などで、最初のリリース日というのを予測ですね、いくら開発チームが何日出す予定って言っても結構ずれたりが、しょっちゅうあるので、まだ出ないかなと思って結構油断してたら、当初のおおむね予定通り、今週の火曜の夜、ですね、日本時間で火曜の夜、に19日にリリースがされましたと。で、ちょっと出るの若干思ってなかったんで、慌てた感もありましたが、リリースをされております。で、MySQL 8.0.27というバージョンが最新ですが、基本的には最初の2つの部分がメジャーバージョン的な位置づけになります。公式には2つ目の今0になっているところがマイナーバージョンだって言ってるんですけど、実質ですね、使われ方としては8.0がメジャーバージョン、27がリビジョンと言ってますが、一般的にはマイナーバージョンと捉えられるものかというふうになっています。で、このマイスケルのですね、マイナーバージョンと言いながら、バグフィックスだけではなくて、結構新機能を載せてくるマイナーバージョンなので、マイナーバージョンでそもそも何よと。いうようなですね、言われ方をするケースもあり、我々中の人間としても、時々戸惑うぐらいの新機能追加というのが、マイナーバージョンで行われております。で、今回も、これまでのマイナーバージョン同様にですね、新機能として、MySQL InnoDB クラスターセットという、新機能が追加されております。で、今日はこのですね、クラスターセットのお話を中心に、新機能についてお話をしていきます。それから、右側の多要素認証をですね、マルチファクターオーセンティケーションでしたっけ？ MFA と呼ばれるものがあります。で、MySQL の無料版、コミュニティ版では、複数パスワードを利用可能ということで、一つのパスワードだけではなくて、複数パスワードを知らないとログインできませんよという設定が可能になっています。ただ、この多要素認証に関しては、基本的にはビジネスにクリティカルな、ですね、アプリケーションシステムで使っていただくことを想定、そのあたりはお金をかけますよねということも想定して、エンタープライズエディション、こちらでクライアント側のですね、デバイスの指紋認証だったり、スマートカードだったり、セキュリティキーというものを使ってユーザー認証をできるというものが加わっております。で、あとはですね、下の方も、特に左下は新機能と呼んでもいいような悪いような、ただデフォルトが、挙動が変わるので、既存のお客様にはですね、お声掛けをしてご注意くださいと言っておりますが、レプリカサーバー、そもそもお前すぐのレプリケーション、以前はマスタースレーブと、呼んでいて、データのコピー元がマスター、コピー先がスレーブだったんですが、昨今のですね、ポリティカルコレクトネス的な何かによってですね、ソースサーバーとレプリカサーバー、マスタースレーブの言い方が変わっています。で、これに伴ってパラメーター名も変わってますが、データのコピー先のサーバー、言い方変えるとですね、データのコピーを受け取る側のサーバー、ここが、大元の MySQL はシングルスレッドでここ、データの受け取り、データの範囲をやっていたんですが、マルチスレッドも可能になったというのがだいぶ前のバージョンです。で、ただ、介護官などを考えて、シングルスレッドがデフォだったんですが、マルチスレッドがデフォルトに変わったのが、この8.0.27という、マイナーバージョンでございます。で、あとですね、ちょっとここ文字だけで書いてあると分かりにくいんですが、レプリケーションの非同期接続フェイルオーバー、ですね、データのコピー元、昔で言うマスターが倒れたときに、
データの受け取り側、レプリカ側から、昔のスレーブ側から、どこに、新しい親分いるかなというのを探しに行って、接続を貼り直して接続処理を継続してくれるというですね、仕組みの拡張がされています。この機能自体はあったんですが、さらに拡張されております。それから右側、このですね、クラスターセットと絡んでくるところでもあるんですが、クローンプラグインというデータどころかですね、データベースのインスタンス全体を複製できるクローンプラグインというのは、こちらも以前からご利用いただけるものがありました。で、ただ、一個大きな制約として、複製中はコピー元のサーバー、ですね、クローン元のサーバーでの DDL 実行しちゃダメよと言っていたのが、DDL を実行しても大丈夫というように変わっております。でもう一つですね、今日ご紹介するのが MySQL Heatwave and Autopilot という MySQL のマネージドサービス、こちらにですね、加わった SQL 文を高速化するアクセラレーターおよび分、ごめんなさい、そのをですね、運用を自動化する仕組み Autopilot というものがあります。で、今日はですね、この左のヒートウェブオートパイロット、それとイノデイビークラスターセットについてご紹介をしてまいります。で、まずヒートウェーブというものなんですが、MySQL サーバーのマネージドサービス、これを開発元であるですね、MySQL の開発チーム、基本オラクルの社員ですが、このオラクル社員がですね、MySQL チームのメンバーが DevOps を行っているマネージのデータベースサービスが、この MySQL データベースサービスというものになります。で、マネージのサービスではあるんですが、基本ソースコードはですね、コミュニティ版、商用版のエンタープライズエディション、そしてこのクラウド版の MySQL データベースサービス、同じものがベースになってますので、まずオンプレの MySQL と 100% 互換というところ、他社のクラウドサービスになってくると、どうもですね、MySQL に手を入れているらしいというところまでは挙動とかですね、出力とかでわかるんですが、そこは公開されていないので、互換があるかどうかの保証がないというのが、結構懸念というふうになるケースも見聞きしております。が、ですね、MySQL の開発チームが DevOps やってるイコール、中までわかっている人たちがちゃんと運用までやっているという舞台ですので、安心してご利用くださいというのが MySQL データベースサービス。で、ここにプラグインの形で、ですね、追加されたのがヒートウェーブというものになります。で、このヒートウェーブ、MySQL サーバーの後ろで複数サーバーが並列で動くというのがものとしての扱いになりますが、アプリケーションから見ると話しかける先は MySQL サーバーなので、いつものアプリがそのまま動きます。具体的には MySQL サーバーの中のオプティマイザーというですね、実行計画を立てるところで、この SQL 分重いよねという判断をすると、別のサーバーたち、ヒートウェーブクラスターというですね、複数サーバーが並列で動いている、そっちに処理を任せます。で、このヒートウェーブクラスターというのは、インメモリのカラムナーのデータストアになっていて、分析処理ですね、特に複雑なジョインがいっぱいあるやつとか、を処理するのが得意なアーキテクチャになっていて、非常に高速に処理をしてくれます。ポイントはアプリとのやり取りでセレクト文を投げる先 MySQL サーバー、それからリザルトセット、結果セットを返してくるのも MySQL サーバーなので、アプリから見ると MySQL サーバーが異常に高速にお返事をしてくるというですね、ように見えるように作り込んであります。あとはInnoDB のところでトランザクショナルに処理をしなきゃいけないのか、いやいや分析エンジン使って、使わないとですね、処理が重いとかいうところは、MySQL サーバーが吉田に判断してくれますので、アプリ側でそこを何か書き換えたり、書き分ける必要もない、接続をですね、振り分ける必要もないという、ところがあります。で、こんなヒートウェーブというのがですね、昨年12月に出て、この先ですね、結構事例がボンボンと連続で公開される予定となっております。で、このヒートウェブ使うと、MySQL サーバーがあんまり得意じゃないですね、分析系の大きなテーブルに対する、大きな複数のテーブルに対する複雑なジョインやグループバイが挟まったようなですね、データウェアハウス系のベンチマーク、ここでは TCPH のベンチマークのクエリをいくつか引っ張ってきてますが、
SQL サーバー単体で、ですね、30分、かかるようなクエリ群、いくつかですね、平均で30分かかるようなクエリがヒートウェーブでは 4.2 秒、いう結果になっています。で、これ結構まだですね、ベンチマークとして、いうかですね、ベンチマーク結果としては控えめな数字で、お客様のところでベンチマークやっていただくと、数百倍当たり前、場合によっては数千倍いいですね、早くなっちゃったんだけど、というケースを実際に見ております。お客様から時々言われるのは、これ本当にデータ触ってるというレベルで、ですね、分析処理早くなるので、レポーティングの処理時間がかかってるとかですね、いうようなお困りのことあれば、ぜひお試しいただきたいものになっております。で、このヒートウェーブをですね、さらに楽に使いましょう。そしてこれ、最初、将来的にはですね、MySQL サーバー本体の運用も、まあ、楽にしましょうというところの一つとして、オートパイロットという名前を付けた自動化機能というのが加わっています。で、画面いろんなものごちゃごちゃ書いてありますが、上半分に書いてあるようなものは、アドバイザーということで、運用者の方々にですね、こういうことをした方が全体効率上がりますよ。こういった設定がいいですよというアドバイスをするもの。下半分は勝手にですね、裏側で、ゴニョゴニョして、マイスクサーバー速くなるとか、障害から復旧する。左下なんかですね、障害復旧の仕組みが、自動化されている。こんなものが組み込まれています。で、こちらは、クラウド版の MySQL データベースサービスおよびヒートウェブのみでご利用いただけるものになっています。で、アドバイスをしてくれるものの一つとしては、パーティションのキーの提案です。で、特にヒートウェーブクラスターという分析エンジンの方は、複数台がヘルス動いているというお話をしました。パーティショニングがされています。元のテーブルに対するパーティションを作って、それぞれのサーバーにですね、分析エンジンのサーバーにデータをばらまいていく関係もあります。ので、どのキーで分割、パーティションを行うかというところが結構肝になってくるんですが、なかなかですね、人間の判断だと、この SQL とこの SQL とこの SQL だから、このキーをパーションするといいんじゃないという予測ですね、結構バクッとした予測になりかねません。そこで、このヒートウェーブが中で持っている機械学習の仕組みのところを活用して、SQL をですね、実行される SQL をどんどん投げていただくと、この SQL が実行されてくるんだったら、このパーションキーがベストですよということを予測します。で、予測するときに、どのキーにするとベストかという予測ですね。パーションキーをどう組み替えるといいかという予測。あと、とはいえ、パーティションをですね、組み替えるというのは、データ量が大きいと非常に時間がかかってしまう処理になるので、どのくらい時間がかかりそうですよということを合わせて、予測の回答の中に含めます。運用する方はそれを見て、性能がこのぐらい上がりそう。でも、パーションの組み替えにこれだけ時間がかかると。いうところから判断してメリットあるという判断をすれば、バージョン組み替えを行う。で、画面下側のグラフ、ごめんなさい、表のところですね、オートパイロットを予測したものが、例えば1テラバイトの TCP/H のベンチマークのデータに対してですね、処理をやってみたところ、主キーで最初分割してといって、300秒ですから5分強、なんだったら6分かかっていたものが、オートパイロットは26%とか20%速くなりますよ、なんて予測をしています。では実際にはそれより速くなるということで、まあ、ちょっとオートパイロットをですね、保守的に控えめに予測するという特性に、振ってあります。ですが、これだけですね、パーティションのキー変えるだけで速くなるんだったら変えようかという判断も、下るかなというところ。もう一つは、SQL の実行計画をですね、自動的にチューニングをしていきます。SQL を実行すればするほど、このクエリですね、ここは A と B をジョインして、さらにその結果を C とジョインするというような例になりますが、この場合ですね、A と B のジョインがある、別のクエリ、A と B をジョインして、その結果と D をジョインしているような場合、旧来型のまあオプティマイザーですと、最後のジョインのところが違うので、最初のクエリ用に用意したオプティマイザーの実行計画というのは別に活用されないんですが、一部は同じだねというようなこと、もしくは結果セットのですね、出てき方が似ているというものを抽出して、性能改善に使っていくので、ユーザー側、アプリケーション開発者、DBA は何もしてないのに、クエリ実行すればですね、何かが実行する性能が上がっているというようなことが起こるのが、このヒートウェーブのオートクエリープランインプルーメントという仕組みになります。
で、このヒートウェブ使っていただくとですね、ここ30テラバイトのデータで、他社のデータウェアハウス系の製品群とですね、クエリーの処理時間短い方がいいやつです。比べるとこんだけ、早くなってますよ。その上で価格ですね。他社さんのサービス、なかなかいいお値段するサービス多い中で、ヒートウェブでは、他社のサービスの4分の1の値段で性能は圧倒的に速いよというようなことを、出しています。で、とはいえ、これ、ベンダーが出している数字じゃないですか。で、ベンダーが出しているベンチマークの、結果なんてあんま信用しちゃいけませんよね、という感もあるので、で、これ実際に、実はオラクルが出しているベンチマークではなくて、下に小さく書いてあるんですけど、ギガオムというですね、コンサルティング会社が上の4つのベンチマークを、やってます。で、オラクルで一番下のベンチマークをやってみました。という結果、比較になっています。条件は基本、ギガオムのですね、レポートに合わせて、のっとってやってます。が、それでも信用できないというお客様もいらっしゃるのを象徴しているので、オラクルの、このヒートウェーブのページに、ベンチマークの再現手順、どういったパラメータチューニングを他社のサービスに対してやってますよというところを含めて、公開してますので、決してですね、他社のプラットフォームのパラメータチューニングをサボって、自社製品早く見せてるのではなくて、こういうふうにやると早くなるから見てねというですね、やってみてくださいという、そんな形の、ちょっとオラクルという会社、ベンチマークの結果の公表とかですね、割とうるさい会社とされていたんですが、こと MySQL のヒートウェブに関しては全然違う方向で、いやいや、皆さんぜひ試して、ぜひ結果を公開してくださいという、そんな方向になっております。はい。で、続いてご紹介するのが、ですね、InnoDB クラスターセットというものになります。で、InnoDB クラスターセット、端的に言うとですね、効果予測構成プラス、ディザスタリカバリー、災害対策構成を、少ないコマンド数ですね、実現できますよというものになってます。で、この、クラスターセット本体のお話に行く前に、少しいくつかご紹介しなければいけないものがありまして、まず最初が、InnoDB レプリカセットというものになります。で、もともと MySQL は非同期レプリケーションマスタースレーブ型と呼ばれていたもの。今はソースレプリカ型と言わなきゃいけないらしいですが、レプリケーション構成、ですね、昔から持ってたりします。で、デフォルトは非同期のレプリケーション、純同期型というですね、トランザクションログが渡ったことを確認して、アプリに応答を返すようなのも選べますが、多くの方使っているのはこの、非同期型アシンクロナスレプリケーションです。で、以前からもですね、そんなにマルチのレプリケーション構築って大変ではなかったんですが、そうは言っても、じゃあどのですね、トランザクションが書かれたバイナリログの、どのポジションを見て、そのポジションから先をですね、コピー先、レプリカの方に、渡しましょうみたいなことを設定しなきゃいけなかったり、設定ファイル結構ゴリゴリ書く部分もありました。で、それを全部すっ飛ばして、MySQL シェルというクライアントプログラム、この MySQL シェルには、もちろん SQL でですね、MySQL に話しかけることもできるし、X プラグインとか MySQL 側に入ってますんで、PHP でも Python でもですね、ごめんなさい、JavaScript か Python で、MySQL シェルから MySQL サーバーに、クエリを投げることもできる、データの変更もできる、その他の、運用系のコマンドを投げても理解を MySQL がしてくれるというのがあります。で、その MySQL シェルのアドミン API、管理 API というものを活用して、こいつが、レプリカ、ソースですよ、こいつがレプリカですよという指示を出していくと、この非同期型のレプリケーションコードで簡単に組めるというのがあります。で、これに加えて、これがですね、レプリカセットというもの。実はリリースの順番としては右が先なんですが、InnoDB、ごめんなさい、InnoDB クラスターという、ですね、クラスタリング構成があります。で、非同期のレプリケーションではなくて、トランザクションが各ノードに渡ったことを確認してからアプリに応答を返す、純同期に近い形になっていて、障害が起きてもですね、データ損失しないということが保証されたクラスターが組めるのが InnoDB クラスターです。で、自動フェイルオーバーの仕組みなんかもありますので、クラスタリング構成組むならこれですね。3台1セットというのが最低ラインの要件、2台ではこの InnoDB クラスター完全なんですね、運用はできないので、3台構成が推奨される最低の台数。で、推奨されると言ってね、実はやろうと思えばできちゃうことはできちゃうんですが、フェイルオーバーうまくいかないケースがですね、
あったりする可能性もあるので3台推奨ですと。で、この InnoDB クラスター、今 MySQL の標準のクラスタリングの構成ですよ、しのごの言わずにこれ使ってくださいねが通常です。で、自動フェイルオーバーしてくれるのに非常に便利です。コマンドもですね、本当手数が少ないので、ちょっとコマンドをお見せしますが、簡単なのをですね、見ていただけるかと思いますと。で、災害対策のですね、構成、実は、InnoDB クラスターというものだけでもできてしまいます。で、ちょっと画面上ですね、右側の絵の色とかが見づらいんですが、実は、イルカの周りにですね、ネズミ色っぽい色になってます。で、前のページもわざと、ちょっと色もちょっと濃い方がいい気がしますけど、なっていたのは、この色、網かけかかっているところがデータセンターだと思ってくださいという感じ。で、もちろん贅沢な構成にはなりますが、クラウドのイアスとかですね、使えば簡単に今実現できる3つのデータセンターを使うという配置。で、それぞれに MySQL サーバー1台ずつポンポンポンと置いてあって、ワンを経由してにはなりますが、この InnoDB クラスター構成、組むことができます。で、これ、この時点ですね、もうディザスターリカバリー構成になっていて、自動フェールオーバー、もうやってくれます。ので、なんでしょう、すげえ少ないコマンド数と、もちろんネットワーク系の設定もありますが、ディザスターリカバリー構成、簡単に組めてしまう。ただ、課題もいくつかあって、複数のデータセンターにまたがって、ですね、更新のコミットの確認までは、トランザクションが渡ったことの確認まではコミット時に行います。データの変更までは待たないんですが、そうは言っても、トランザクションがちゃんとですね、他のサーバーに渡ってるよねっていう確認をアックを得てからアプリに音を返すんで、更新性のところは、ネットワークのオーバーヘッド乗ってくるんで気をつけてくださいねというものにはなっています。ただまあ、それも全然構わないよ。もしくはデータセンターもですね、そんなに物理的に距離がなかったら、レイテンシーそこまで気にならない。いうケースもありますね。そういったお客様にですね、DR 構成としてすでに結構活用していただいたりしているのが、この InnoDB クラスター複数データセンター構成。ただ何よりですね、ネットワークのレイテンシーがもろに更新性能にかかってくるので、結構使い方、運用の仕方、気をつけてくださいねというものです。でさらにですね、処理、更新性能もある程度担保しなきゃいけないんだよと。こういうようなお客さんもあります。ので、ちょっと中間的なですね、ディザスターリカバリー構成になっているのが、この InnoDB クラスターセットというものになります。で、正直ですね、InnoDB クラスター、もう出てからだいぶ経っているので、結構運用、実運用入っている案件も多いんですが、この構成、ものすごくリクエストがあった構成パターンになります。というのは、画面左側のネズミ色のところ、データセンター1つ目の中で、まずですね、完全にデータロスのない構成を組みつつ、データセンター間はさすがに非同期のレプリケーションでいいよと。そこのですね、レイテンシーまで、コミット一個一個で待ってられないというところの、接中、なんでしょうね、非同期レプリケーションと完全にデータロスのないものの接中案といいましょうか。ああいう形になっているのが、このクラスターセットです。で、冒頭で今説明してしまいましたが、データセンターの間は非同期のレプリケーションでつないでいます。で、一つのデータセンター内は InnoDB クラスターになっているので、自動フェールオーバーもちろんしますよ、データ損失ないですよというところ。で、まず、万が一データセンター丸ごと吹き飛ぶような場合には、どうしてもデータセンターの間を結んでいるところが非同期レプリケーションになります。で、これはもう毎月に限らずですね、非同期レプリケーションの常ですが、データのですね、ロスの可能性があります。コミットされて、トランザクションログ、毎月の場合はバイナリログですが、そことデータファイル更新されている、ストレージにも書いたけど、まだですね、受け取り側、レプリカ側が受け取っていないというケースがありえますので、そこのトランザクションだけ落ちちゃう。まあ、ただ、データセンター吹き飛ぶような災害クラスであれば、そのぐらいですね、最後のトランザクションいくつか飛ぶのは許容しましょうよというお客様は結構、実際にいらっしゃいます。まあ、それもできないケース、もちろん金融とかですね、通信、防衛系は、そのあたりもですね、考えなければいけませんので、マルチサイト型の
ごめんなさい、マルチリージョン型のですね、イノデイビークラスター、これを組まれるケースがあります。まずそういったところは、回線とかですね、かなりいい、そのあたりガチガチに固めてあるものだったりもするので、問題なかったりもするんでしょうという感じですが、というところ。ですが、現実路線、このですね、非同期レプリケーションデータセンターをつなぐ、それぞれのサイトはかっちり固めてあるというところ、ご要望が多かったので実装したのがクラスターセットというものになります。で、現時点ではですね、まだちょっと制限事項というのがあります。で、一つはこれはもう非同期レプリケーションによるものになりますが、データセンターが吹っ飛ぶようなんですね、災害の場合にはデータロス損失の可能性が残りますよ。あと現時点ではスプリットブレインシンドロームになった時の対策機能というのが MySQL イノ DB クラスターセットの方で用意されていないのでご注意ください。でここをですね、例えばデータセンターの通信が途切れて、でもデータセンター自体は生きているという状態になったときに、それぞれのクラスターが自分が生き残りか相方いなくなったみたいな感じになってですね、更新処理を受け取ってしまうとデータのズレが生じるスプリットブレインの状態になっちゃいますので、そこはですね、監視を上手にやってくださいというのが現状で、ここは何らかの対策を実装予定です。それからもっと大きいのはですね、データセンター間での自動フェールオーバーですね。でここはシナリオ、災害によるですね、障害の大きい発生パターン、シナリオも多数あって、どれがベストだというところを我々も詰めてきれていない面もあったりします。ですので、現時点ではですね、フェールオーバーは自動ではないので、スクリプトなどを、監視ツールとですね、スクリプトを組み合わせてやっていただく必要がある部分になります。まあ、災害クラスのですね、フェールオーバーって多分データベース単独では、閉じない影響の範囲ですね、全体的な運用を含めて、何だったら人を含めた運用を含めて設計していくものですので、その中の一つに入れていただく形になるのかなっていうのが、今のところの感想、感覚です。それから、イノデイビークラスターのマルチプライマリーモード、実はイノデイビークラスターのですね、構成、画面上さっきから出てきているのは、プライマリー、セカンダリーなんて書いてあって、基本的にはマスタースレーブ型、ソースレプリカ型、マスタースレーブ型と同じようなですね、プライマリーが1個、更新するところは1箇所で、受け取り手の方は参照専用だよというのが、シングルプライマリーモードなんですが、マルチプライマリーで全員が参照更新できますよ、更新もできますよというやつは、未サポート、まだです。で一方で、マルチプライマリークラスター、両方のクラスターをバンバン更新していいよというものに関しては、非サポートということで、今のところロードマップにはないというふうに捉えていただければと思います。で、アクティブパッシブ、ちょっとこれ不正確で、パッシブではなくて参照はできるので、ごめんなさい、ここ書き換えた方がいいような気はしてます。で、このイノ DB クラスターセット、ちょっと画面、もっと賑やかになってきましたが、まず3データセンター構成ですね、可能です。真ん中ですね、なんかヨーロッパのデータセンターの名前になってますが、ローマにプライマリーのクラスターがあって、基本更新はここで行います。で、コピー先としてリスボンとブリュッセルに振り分けて、非同期レプリケーションで振り分けてますよ。あと、アプリケーションからは、ここ、今日ちょっとですね、あまり細かいところをご説明する時間ないんですが、MySQL ルーターというソフトウェアルーターですね、アプリから見るとこれ自体も MySQL に見えるんですが、ルーター君がいるので、アプリは基本ルーターに話しかけます。で、あとはルーターがですね、後ろ今誰がプライマリークラスターのプライマリーなのかということを常にいいですね、クラスター側をポーリングしてデータをもらってますので、メタデータをもらってますので、最新のサーバーを常に追随して、ですね、プライマリークラスターの中のプライマリーノードがいなくなったら、セカンダリーがですね、昇格するので、そいつに話すとか、プライマリークラスターがなくなったら、レプリカクラスターがどっかが昇格するはずなので、そっちに接続を振り返るというようなこともできるようになっています。でちなみにですね、コピー先3台置いといて、さっきの絵だと3データセンター計9ノード構成もったいないねというところで、予備その1の右側ブリュッセルは3台構成ですけど、予備その2は1台でいいよね。さすがに両方全部吹き飛ぶようなことはないよねというような、こんな構成ももちろん可能です。
それからさっき冒頭で申し上げました、ルーターのですね、統合というところで、ルーター君もターゲットモードというのがいくつかあって、一つはプライマリークラスター追随モードをですね、誰が常にプライマリークラスターのプライマリーノードかということを、メタデータをクラスター側からもらえますので、それを追随していくというものがあります。まあ、これが基本的な使い方かなと思われます。ただ、指定したクラスターに接続する、モードもあります。で、例えばですけど、画面、この絵の中でいくと、一番右側のアプリケーションは参照しか基本しませんという場合、プライマリー側にですね、負荷をかけ、一切かけずに、まあ、非同期なのでデータの差分もないということが前提にはなりますが、レプリカ側のレプリカからですね、データを、まあ、読みに行くと。いうような、そんなモードも設定可能です。で、このルーターというのは基本的にはアプリケーションと1対1で動かしていただくと想定していますが、ですね、ルーター全体設定することを、ルーター全体に対して設定を渡すこともできますし、いや、このルーターだけは特殊用途で使うよ、レポート専用のですね、アプリ、レポートアプリが使う専用のルーターですよという設定も可能です。で、MySQL でですね、設定変えると、すべての MySQL サーバー、クラスターセット内のすべての MySQL サーバーに設定情報がばらまかれ、ルーターがアクセスするときにメタデータを受け取るので、そのメタデータの中に構成情報も含まれている。そんな仕組みになっています。で、実際にですね、クラスター作るところから、コマンドをざーっと並べています。この前段としては MySQL シェルの中で、ですね、まあ、本当にこれお試しなので全部ローカルホストでやっています。全部ローカルホストでやる場合にはですね、MySQL シェルの中にデプロイサンドボックスインスタンスというコマンドがあります。で、これを使って、新規に MySQL サーバーを立って、で、1台の MySQL サーバーに接続するところから始まっているのが最初です。で、あらかじめ全サーバーですね、作っておくことが大前提にはなってはおりますが、一回作ったら、あとは、ですね、クラスターをまず作ります。で、プライマリーのクラスターとして NRT という名前のものを下の絵でいう左側をですね、作りました。で、この段階では3331というノード、おごめんなさい、3331番のポートで開いているノードですね。まあ、本来はこれ別々のサーバーなんでしょうけど、お試しなんで。3331のサーバー。だけがクラスターに入っているので、じゃあ別の2台を追加しましょう。これ、今は全部ローカルホストでポートだけ、ですね、違うポート開いてるマイクサーバー上がってますけど、リモートのホストの場合でも全然同じようにアドインスタンスで、追加ができます。で、ステータスコマンドは状況を確認するようなコマンドになってます。で、この時点で、画面上左上のコマンド5つですね。で、3台構成のクラスタリング構成ができて、自動フェイルオーバー機能も実装されているものが出来上がります。で、この InnoDB クラスターの環境を作るのは実はものすごく簡単で、サーバー、マイスクサーバーからのものを立てておけば、クラスターにインスタンス追加っていうコメントが書いてある、アドインスタンスですね、nrt.addinstance で、この段階で3331のサーバーのテーブルのデータ、メタデータ類が全部3332にクローン、コピーされていきます。なので、3331のデータをバックアップして、3332のノードにロードして、で、起動し、ロードして、クラスターに追加、なので一切必要ありません。コマンドコンだけです。で、これで InnoDB クラスターができて、対象外接のですね、担保されてます。じゃあ、クラスターセットを作りましょうということで、NRT に対して、クラスターセット、これ、MyCS って別に名前付けただけです。大文字小文字、特に意味はないです。で、クラスターセットを作った段階ではまだ左だけなので、右側に新しいクラスターを作ってインスタンスを追加するぞというのが画面右側、クリエイトレプリカクラスターで、1台目のノードはこいつだよということを言ってあげる必要が一応あるので、じゃあ今度4441番。こいつをですね、キックスという名前のクラスター、レプリカ側は、そんな名前になってます。で、出来上がったら、あとは同じようにノードを4442、4443足してあげると、まず4441は、3331、プライマリークラスターのプライマリーノードから、
あですね、データをクローンしてきます。で、あとはそれぞれのクラスターの中でデータのクローン、インスタンスのクローンを行って、クラスター構成ができる。この時点でもう画面、左下のですね、2つのクラスターが非同期レプリケーションでつながれた構成になっています。あとは、ですね、まあ、手動で何らかの理由で、プライマリークラスター、データの更新を行うメインの、ですね、クラスターを切り替える、場合には、セットプライマリークラスターということをやってあげると、バチンとですね、プライマリーとレプリカのクラスターが入れ替わります。でここも基本的にはもう設定だけなので、トランザクションの更新がですね、入らないようにプライマリー側のプライマリーノード、左、今この絵で言うと左上のですね、イルカに対して更新が入らないように、ブロックをして、参照専用 にまずなります。であとは左右のですね、クラスターの上のところにいるイルカちゃんたちがデータが同期されていることを確認し、同期できているということが分かればメタデータをガラッと入れ替えて、右上のイルカがプライマリーのクラスターのプライマリーノードになりますよ。更新はここにしてくださいねということがメタデータ全部書き換わります。そして接続を受け付けます。でこの情報をルーターも受け取ることになるので、ルーターもですね、接続を追随、プライマリーを追随すると。いうことが可能になっています。であとをですね、まあ、データセンター障害みたいなことが起きて、ドーンと全ノード、死んでしまった場合、プライマリー E クラスターの全ノードが死んでしまったという場合には、強制的にですね、NRT を復旧する。これ今、手順としては、プライマリーとのクラスターとレプリカのクラスターが入れ替わった状態だったので、キックスですね、側が死んでしまった想定で NRT をプライマリークラスターに今再昇格とで強制的に再昇格ということでフォースプライマリーということが可能です。であとは、例えばプライマリークラスターの全ノードダウンではなくて、3台中2台が死んじゃったとこれはやばいというですね、もうこれ以上対象がプライマリーがなくなっちゃうのでなんとかしなきゃという場合にはですね、このフォースプライマリーのクラスター、フォースプライマリークラスターの前に、まずはクォーラムですね、多数の、過半数のノードがいなくなると、一回、参照専用になってしまうので、その設定を強制的に更新も可能な状態に一瞬してすぐにフォースプライマリーというですね、ステップが必要になりますが、まあ、それで切り替えが可能。でなので、ただこれコマンド一つなので、まあ、プライマリーのデータセンターが死んだことをシステム監視ツールが検知したら、ですね、生き延びた方の、セカンド、レプリカクラスターに対して、このフォースプライマリークラスターコマンドを投げるような、スクリプトを組んでいただくのが、現実的かなと思われます。で、今日はですね、お時間の関係で、ここまでになりますが、宣伝にはなりますが、11月の18日、デイビーテックショーケースですね、こちらで弊社の山崎というものが、イノデイビークラスター時代の MySQL レプリケーションということで、イノデイビークラスターレプリカセット登場以降ですね、MySQL のレプリケーションの構築の仕方というのが、古い本やですね、ウェブの情報に載っているやつが、まだまだ使えますけど、全くやらなくてよくなっていますので今風の MySQL のレプリケーションの使い方をご紹介する。でこの中で、最新のクラスターセットのですね、より深いところも合わせてご紹介していく予定です。で他にもですね、このデイビーテックショーケースでは MySQL 関連ではヒートウェーブの、より掘り下げた技術解説、それと、MySQL の事例、さらには日本 MySQL ユーザー会のですね、セッションで、Kubernetes 上での MySQL の運用に関する、講演をしていただけるということになっておりますので、ぜひご参加ください。で、その他参考情報ではありますが、MySQL 関連のウェビナーのですね、一覧、こちらになります。ちょっと結構ですね、今のタイミングですといっぱいある状態。で、一番近いところですと、来週の水曜日、いいですね。MySQL のヒートウェーブというもの、こちらと、
オラクルの BI ツールがクラウド化されているオラクルアナリティクスクラウドというのがあります。でこちらに関して、ですね、ハンズオン形式でもうプレゼンで単に見せていくだけではなくて、実際に皆さんやってみましょう、分からなかったら質問どんどんしていいですよというセッションが用意をされていますので、こちらご参加いただければと思います。それから関西オープンフォーラムの方では、先ほどのですね、レプリケーションの話をする山崎の方からやはりヒードウェブのお話で、JB テックショーケース、こちらちょっともうちょっと具体的にですね、ユーザー会のところも書いてありますが、サイボーズさんで、作られて公開されているモコというですね、Kubernetes 用のオペレーターがあります。でこちらに関してユーザー会から説明がある予定、OSC の福岡に関してはコンテンツ調整中というふうに、チーム内で聞いてます。それから書き換えておくべきだったけど、セキュリティセミナー、ですね、MySQL のサイトのニュース&イベントというですね、タブからもうリンク公開されてます。昨日の夜、リンク作られたので、URL 差し込み忘れましたが、セキュリティに関するですね、セミナー。結構 MySQL 8.0、セキュリティ関連の機能も増えて強化されています。先ほどのパスワード複数使えるですね、マルチファクターオーセンティケーションの話も新しいですし、まあ、そういうところを見てください。それから繰り返また出てきましたけど、オラクルアナリティクスクラウドというですね、BI の、データを可視化するところの事例のイベントが12月2日ってなってたんですけど、ちょっと初版の事情でこれ多分2日3日後ろに週、その週の次の週に、送られそうです。それからレプリケーションに関しては、MySQL 入門セミナーというところですね、一連のセミナーのシリーズの中にレプリケーション編というのが存在して、括弧1がレプリケーションの全体感、2がレプリカセットかな、で3がイノ DB クラスターで、4として新しくイノ DB クラスターセット、DB テックショーケースの山崎の講演よりもより掘り下げてですね、ここはクラスターセットだけの話しかしないとこういうところで、コマンド類もかなり細かくお話しするのはこの12月9日のイベントになります。で最後12月の17日ですね、オラクルデベロッパーデイズというイベント、こちらで、私梶山の方からヒートウェーブのですね、まあ、ちょっと今日時点ではリリースされてませんが、11月に結構大きなリリースがあるので、そちらのお話をする予定になっております。でイベントの宣伝続きますが、この日本オラクル主催のですね、イベントで、オラクルクラウドデイズというものが11月の9日からですね、12日にかけて行われます。で、オラクルクラウドデイズと言いながら、初日、それから3日目、4日目かな、3日中ですね、4日中3日、MySQL に関して結構大きな事例紹介のセッションが入るオラクル同士だというような雰囲気でもありますが、予定をされております。すでにこのサイトでですね、情報出ているんですが、まず初日ですね、トヨタさんがこのヒートウェーブの検証を行ったよというお話、ベンチマークの結果を含めてお話をいただく予定になっています。お話全体としてはコネクティッドカートですね、データ基盤というようなカットのお話なんですが、ヒートウェーブのお話がトヨタさんから出てきますので、ぜひご参加ください。それから3日目、だったかと思います。リラクというですね、マッサージのサロンを全国展開されているお客様、オーロラからMySQLデータベースサービスへのマイグレーション事例。それから金曜日は画面下出ています。11月12日、ファンコミュニケーションズさん、A8net というですね、アフィリエイト広告のプラットフォームを運用されている会社さんですが、こちらはオーロラからヒートウェーブでのマイグレーション、その事例もありますので、ぜひご参加ください。でヒートウェーブに関してはですね、無料のチュートリアルを作って公開をしておりますので、お試しいただける環境ありますので、ぜひお試しいただければと思います。それからドキュメント類ですね、公開されています。この資料は別途 BF、をですね、公開させていただきますので、皆さんご覧いただければと思います。で最新情報に関しては、MySQL のページですね、MySQL.com/JP、イベントの情報もあります。
ツイッター、アットマークマイスクランダースコア JP、こちら、かなり頻繁にですね、情報発信をしておりますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。はい、ということで、以上をですね、マイスクの最新情報に関して、マイスクチームの梶山からお話をさせていただきました。ありがとうございました。